膝くらいの高さの椅子を用意します。足は肩幅か若干広めで立ってください。椅子に寄りかかり、上半身が床と平行になるくらいにします。そのまましゃがみ込み、ももとふくらはぎがつくまでしゃがみます。その時にかかとが浮かないように注意します。ももとふくらはぎがタッチしたら起き上がります。また足で体を持ち上げるのが大変な場合は、手の力を使っても大丈夫です。できる範囲でぜひ行ってください。気分転換していきましょう。